介護相談に強い FP ね、うん、あ、どうも警備です、ね、今日はですね、令和4年9月6日火曜日のお昼12時をちょっと回ったところぐらいですね、今日ね、これあの FP ジャーナルって言ってあの AFP とか、ね、CFP あの日本 FP 協会の会員に毎月届く、月の頭に、ね、届く本なんですけど、ね、これと同時にね今回なんとあの賃貸不動産経営管理士一般社団法人賃貸不動産経営管理士協議会からねこんなものが届きましたね。フォロワーということでね、あこんな送ってこないとあの強制通帳みたいにあの建物送ってきてくれないのにな、まあ、これはねあの賃貸も結構資格取るのにねあのだいぶお金かかったんでね、ここにね、賃貸不動産経営管理士の皆様ね、ぜひご覧くださいっていうことでね、賃貸不動産経営管理士の先生方全員見張りに行きましたか、これね、フォローアップ送付につきましてね、賃貸不動産経営管理士通信、賃貸不動産経営管理士サポートマガジンっていうのがね、発刊されたってことでね、こんなん送ってきましたけどね、あれこのおもちゃ、これ、賃貸美羽ちゃんじゃないな、これな。あのゴールドカードのお姉ちゃんかな思ったらね、いやいやでも真面目にやっとるね人間はね、いろんな資料あのなんか国家資格を取ってきたけど、あの AFP のこのこういうね継続のやつ以外でこんなん送ってきたの初めてちゃうかな。他のやつはねあの更新するときにお金取ったりとかね、そんな資格商法をまあどれもそう一緒やけどね、資格商法なって持てるけどもね、賃貸、住宅管理業法が全面施行されてね、変わっていくっちゅうね、こんな冊子とかね、不動産業界の新国家資格賃貸不動産経営管理士、ね、今年も11月の20日ですか、ね、9月29日までのね、申し込みになってますんでね、今年のやり方ね忘れなくね、これね申請してくださいね。あ、ちょっとこれ貼っといて、でこれと一緒に入っていたのが、まあ、この辺まではあのなんていうのかな、あの役に立つ情報 をねあの送ってきてくれたように思いますけどね、これと一緒に入っていたのが、これは何どういうこと、賃貸不動産経営管理士特別割引スタート、相続支援コンサルタント講習受講者、もうね賃貸で味しめたからね、もう新しい資格にねこの日環境がね、手を出して、日本、賃貸住宅管理協会っていうね公益財団法人ですけどね、もうこれがまた国家資格ならいいけど、これまた民間資格だろうこれまた取ってたらあのそのうち自動的に国家資格になるかな。でもこれコンサルタント系ってね、あの国家資格のキャリアコンサルタント持ってるけども何にも使い道まあ賃貸も使い道なきゃ電気工事士も使い道ないんだけどねちょっとこれ貼っといてこれちょっと貼っといて、ちょっと見にくいかな、ちょっと上貼ろうかな、これいいか、もうちょっと見にくいかな、ね、次、賃貸住宅の住環境向上セミナー2022ということでね、9月の30日から11月の29日にね参加費無料で、どこであるんですかこれは、これ国土交通省、これ国土交通省がねわざわざね、まあやっとるらしいけどもね、講演なだけでね、主催はあのね日本賃貸住宅管理協会ということでね、頑張ってね協会のお茶がね頑張って仕事してほしいもんですね。おいちょっとこれ貼っといて、これよいしょよいしょよいしょ、はい、ということでね、はい、次、目指せ不動産キャリアパーソン、これはあの資格マニアにおすすめのね、不動産キャリアサポート研修制度取引実務の基礎を網羅、ね、なんか知らんけどあの資格登録証もらえるぞ、カード型の資格と、これまた別で金取るんかな、あ別で金取るっぽいな、有資格者在籍点ステッカー、こんなん好きやな日環境は、不
動産会社ってこんな好きよね、資格持ってる、資格ね、こんな受けたい人もね、また受けていただいたらいいんじゃないかな。ちなみに俺不動産と全く関係ないから、仕事不動産全く関係ないからね、これ貼っといて、はいね、これ貼っといて、あ、これこのお姉ちゃん一緒のお姉ちゃんちゃうの、これ、これとこれ、あ、ちょっとちゃうな、ちょっとちゃうな、国家資格の方がなんかちょっと厳しい顔しような、うん、ね、はい、次、賃貸管理サミット2022参加費無料、9月26から30、短いな、 YouTube によるオンラインセミナー何がしたいねん、もう何がしたいん、これ、うんね、こんなんもね、全国賃貸不動産管理業協会さんがね、こんなんもやってるみたいでね、興味のある方は受けていただけたらいいんじゃないかな。はい、これ貼っといて、これも、あのね、よし、この棒があれな、ちょっと下の方がいいな、もうちょっと下に、これもうちょっと下にしようか、よいしょ、以上かな。あ、じゃあまだまだ入ってるわ。実用関係図書のご案内をね、本買いまへんかーっていうね、うん、土地賃貸借だの、不動産賃貸借 Q&A だのね、まあ、これ実務に関係ある実用本買いませんかっていうね、出版社の宣伝がね、やってみたいとか、この磁石がねえな、磁石がねえな、からあ、これも本の宣伝、本の宣伝、本の宣伝ね、不動産の本いっぱい出してますよね、住宅新報出版さんね、住宅新報出版さん、昔は昭和の時代の宅建 の参考書って、ここ住宅、どこだ、え、住宅新報出版さんとかね、参考書しか出しなかったみたいでね、この会社どうか知らんけど、はい、もう一つ来ました。はい、来た。土地活用プランナー認定試験。もう民間資格ばっかりやな、これ。うん。しかも試験が7700円、テキストロス6600円。ウェブクラスの通信講座がね、2万7000円。うん。ね、土地活用プランナーね。興味ある方ね。ぜひ見てみてください。はい。よいしょ。だんだんここ賑やかなってきたな。だんだん賑やか。はい、まだあるでどんだけ資格作んねんこいつら。相続診断協会、相続診断士、また新たな事業ですよ新たな事業ですよこれね、うん、何の独占業務もないね、うん、名前だけのね、名称独占も危うい、なんか怪しいような相続診断士、この方はね、受けていただいたらいいんじゃないかな。あ、でもこんなんでたまたまね、受けた鎮管がね、国家資格になって、うんね、なんだ、今後筆致義務がある、かもしれない、ね、あるかもしれない、うん、管理住宅管理業、賃貸住宅管理業法がね、全面施行されて、ね、うん、もしかしたら独占業務が、はい、まあ、本気でやる人、宅建取るやろ。本気で不動産やってる人だけ取るんちゃうの、うん、ね、うん、だっけ、業務管理者かなんか、うん、必要なんでしょ、分かんないけどね。はい、次、あなたのところは大丈夫、賃貸物件の家庭用エアコンこれ何か関係ある、ここは国交省からか、お問い合わせはね、一般財団法人家電製品協会さんのところね、これはどうなのな、法的義務発生で、また法律好きやな、お前な、これ電気屋さんに言うたらこういうのは、ね、あと最後ね、不動産マーケティングサービスのね、宣伝、ご導入企業様ね、大京穴吹不動産とか大和ライフネクストとか三菱地所ハウスネットさん、
日本保証さん、三井不動産で自転車ルリースさん、東京建物不動産さんとかね、そういうとこも入れてますよっていうね、宣伝がね、書いてきただけでね、もうさもフォローしましたっていう、ね、フォローしますよっていうね、うん、なぜ鎮冠、今回あの民間の鎮冠の合格者であの登録しなかったけど、今回あの移行登録とかね、業務管理者のその登録とかでね、何本取られた、5万ぐらい取られたんじゃないかな。最後あの鎮冠ミューファンクラブカードもね8000ぐらい取られたし、うん、5万ぐらい取られたけど、一切何も使ってないけどね、うん、国家資格を、10個ぐらいあるのかな、今よくわからんけど、うん、独占業務もないなんか名ばかり国家資格10個ぐらいあるけど、あでも電気工事士とかね、あのオツヨンとかは一応独占業務あるんちゃうかな、あのボイラーとかね、それ使ったことないけど一番使える資格は運転免許証かなっていうね、うん、こんな感じですけどね。まあその中でもね、まあそれだけのお金を払った甲斐はあったのかもしれないっていうねお知らせでした。ということでね、今日はこの辺でね、民間ね合格資格有資格者ですかね。あーお酒がうまいね。今年ね、また、11月の20日ですからね、頑張って受験してくださいね。あの私もね、あの3週冷凍機械責任者ね、あ受験料が9800円でね、9月の7日までなんでね、11月の13日試験ね、あのクラウドファンディングがね集まり次第ね受験申し込みしようと思いますので、ぜひねよろしくお願いします。以上です、ありがとうございました。